明日からまた香港です。香港物にしたいと思います。物にする、まあとにかく無駄のないよう、無駄じゃないな、とにかく物にしたいと思います。そうですね、まあ、もう全ての鍵を握っているのはもう 200% いや200、300、400、500 1000% ぐらい自分のモチベーションです。もうそれにしかないですね。人がどうこうでもなく、人がどうこうでもなく、場所がどうこうでもなく、お金がどうこうでも多分おそらくそういうことじゃないと思います。自分のモチベーション、全ての秘訣、失敗成功、いや失敗成功っていうのはどうか分かんないですけど、全ては自分のモチベーションにかかっていると思われます。思われるんですけど、それがものすごく難しいです。はい、人がどうこうとかそういう問題でも今の時点では